さんはこういう普通の切符みたいな、最近科目で歯の美白剤。でっかっ、うん、でっかっ、うん、バナナ一番小さい、3마리정도올라가요。한번3마리에나눠、네네、양식한두마리더맛있어요。파이가入ってる、しじみ、しじみ、よろしくね。韓国関連チャンネルのアイゴリアユーです。今回は釜山の南浦の周辺に1泊2日される方向けにモデルコースを作ってみました。南浦の周辺で言えば、ビップ広場、チャガルチ市場、ヨンジュサン公園、広東市場などたくさん見どころがあるので、ぜひチェックしてみましょう。釜山駅を真正面から見るとこんな感じです。釜山駅の周辺でおすすめのご飯屋さん3つご紹介したいと思います。好みに合わせてお店を選んでみてください。1店舗目は釜山駅の中にあるケミジプというナッコプセ専門店ですね。エビ、ホルモン、タコが入った釜山名物の料理になってます。2店舗目は釜山駅の真正面にあるイジェモピザというお店ですね。韓国のチャイナタウンの門があるんですが、そのすぐ隣にイジモピザと赤い看板があります。釜山タクシードライバーさんにもおすすめいただきました。なんで釜山に来てまでピザ食べるのと思うかもしれませんが、韓国の有名なモッパン YouTuber もソウルからわざわざイジモピザを食べに釜山に行きたいというぐらいおすすめのご飯屋さんだったので行ってみました。ピザ生地は薄めですが、具がたくさん乗っていてソースも美味しかったのでバランスが良く、とてもおすすめです。釜山周辺に住んでいるならぜひまた食べたいなと思う美味しいお店でした。もしピザ好きな方はぜひ寄ってみてください。ロボットがピザを運んでくれるお店は初めてだったので面白かったです。でもやっぱり釜山に来たらスンデクッパやテジクッパを食べてみたいという方にはテゴンミョンガがおすすめです。釜山駅から徒歩4分ぐらいですねの場所にあって、コスパ最高で住んでも美味しい、スユークも美味しいお店です。以上、1店舗目にケミチ、2店舗目にイジェモピザ、3店舗目にテゴンミョンガをご紹介しました。釜山駅にはジムキャリーといって、スーツケースを釜山駅からホテルに配送してくれるサービスがあるので、1000円ちょっとで送ることができます。手荷物を軽くしたい方はぜひ使ってみてください。南浦洞のビップ広場までやってきたので、片手に飲み物を持ってブラブラしたいと思います。韓国では街を歩いてると 2,3 店舗進めばすぐカフェが出てくるぐらいドリンクショップが多いです。韓国のコーヒーショップではアイスアメリカーノがとても安くて、1杯1000ウォンから1500ウォンぐらいで購入することができます。食べ歩き屋台やショッピングモールなど、いろんなお店がずらっと並ぶので、ぜひ参考に見てみてください。このビップ広場で一番有名なのはこのシアホットク。ひまわりの種やアーモンドなどたくさんのナッツ類が入ったホットクが有名です。
ウィンドウショッピングするようなお店もたくさんあります。釜山現地の20代の女子やカップルがたくさんお店に入っていたので行ってみたいと思います。ほとんどのメニューは1個3900ウォンで3つで1万ウォンという価格帯でした。今ウォンの対比を考えると1万ウォンが1100円ぐらいですかね。駅のところとかさ、結構790円とかが多かったんけど、ここ390円や、ほとんど。え、めっちゃ可愛い。プレゼントでもよくない？うん。どうしよう。なんかあんまり日本にないやつとかが可愛い。韓国にはスマホショップやスマホケースのお店がたくさんあるんですが、そちらよりもこのお店の方がグリップトックのバラエティも豊富で、価格も安くおすすめです。ルセラフィムのチェウォンが使っていたと言って人気が出ているこちらのグリップトックもありました。これも全部グリップトックやもんな、種類多いな。空前絶後のまたあのフロックスブーム、かわいいの多い。かわいい。150円ぐらい、うん、次の上手。リップ広場の周辺を歩いていると、すごいな、釜山の名所でもあるヨンドサン公園が見えてきます。ヨンドサン公園の上の方にはちょっとした免税店もあるので、もし購入されたい方はパスポートを持って行ってみてください。徒歩圏内のチャガルチュシジャンにホテルを取っているので、ホテルにチェックインしたいと思います。南浦洞から VIP 広場、シャガルチ市場、国際市場、広東市場などすべて徒歩圏内なので、どこにホテルを予約しても困らないかと思います。うわ、見て、キッチンもある。めっちゃ、うん、うわ、めっちゃ広い。冷蔵庫もめっちゃでかい。うん、うわ、うわ、チャガチビュー、うわ、めっちゃいい。うん、こっちダブル。あ、わ、ワンジュンジュンで。めっちゃいいな。で、一泊あの9000円、二人で9000円。シャワーブースですね。全部シャンプーとかもタオルもある。今回は夜ご飯もチャガルチ市場で、次の日の朝もチャガルチ市場の周辺で食べるつもりだったので、こちらのホテルにしました。今からこの目の前に見えるチャガルチシジャンの方に行きます。これチャガルチシジャン、ここの入り口は綺麗わ。うん、行ってみよう。1階のこちらの海鮮市場の方で食べたい魚や貝を購入します。選んだ海鮮物を2階の方に持っていくと調理していただき食べることができます。数年前に行った記憶があるこの158金ちゃんさんの方にやってきました。タイ1匹、魚1匹、カニ4匹の合計6万ウォンで交渉成立です。오와진짜크다이거아미에요지금은선놈준놈이야어미는남놈
말이 차야 되는데. 말이 차어요. 아, 무게도 하네. 네, 무게도. 지금 아와비가 왜 때? 저런 거 진짜 좋은 거거든, 백합. 食べたいものと調理方法さえお伝えすれば完璧です。39番のサランドフェッチ部の方にやってきました。調理は別途料金ですが、そこまで高くないです。タイ1匹の刺身がこんなに豪華に食べれるのは嬉しいですね。韓国では生の魚も包んで食べます。またカニを美味しくいただきました。最後に締めでメウンタンを食べます。この近くには夜遅くまでしている広東市場があります。夜市や屋台を食べてみたいという方はこちらもおすすめです。いろんな食べ物屋さんがずらっと並ぶので、お好みに合わせて食べてみてください。韓国もコロナ前に比べるとインフレが進んでいるのですが、こういった屋台や夜市の場合は1000ウォンから5000ウォンで食べれるメニューがたくさんあります。夜11時過ぎまでやっているので、ぜひ行ってみてください。うん、朝はチャガルチ市場にやってきました。この調理が지금며느리가鉄板といっておかずがずらっと並ぶようなお店があるのはこちらのお店ですね。平安市場の中にあります。チャガルチ市場周辺なので、ちょっと Google マップやネイバーマップを見て行ってみましょう。サムチョンポ食堂という場所です。テジブルベクという1万ウォンのセットを頼みました。突き出しのおかずも海鮮物があって美味しいです。豚肉の炭火焼きに加えて焼き魚がおかわり自由というお店です。すごいですよね。食べた後は少し散策をしてみるのもいいですね。おいそぼいそさしそ。せっかくなので海苔やわかめ、乾物などを買いにやってきました。ミネラル많아서먹어야돼。하나주세요저거。돈주세요。チャガルチ市場の入り口、10番出口にハナロマートという韓国の業務用スーパーがあります。ハナロマート、日本でいう農協の直営店なので、結構価格帯も安めで買いやすいお店です。何が安いんか。7個入りで28,800円。めっちゃ安い。これ、これ、おじこにゃみょん、チョン、チャンニョン、ペグこや、ペグ。韓国の。だ、買って。めっちゃ安いね、600個、700個。その市場、가야지살수있는거。ふ、이거는、그、일본에갈때、そのまま持っていったら、あかん。あの、火、火で取ったやつ。これ取って、あの、中、1階は鮮物が多いので、2階の方でラーメンやお菓子、おかずなどを購入することができます。ラーメン5個入りが200円だったり、歯磨き粉も5個で800円。小物や雑穀なども結構お買い得な価格で購入することができます。業務用スーパーなだけあって、調味料などおかずも全て大容量。싼거야지금여기는자갈치에서싼거야아그러네딴데비싸지 1.4kg でこの値段やもんな。こういった市販の韓国のお茶なども400円で購入することができます。お土産用のばらまきお菓子などもこちらで購入することができます。300円。ビヨットなどは
普通のスーパーよりもコンビニの方がワンプラスワンなどがあるのでおすすめです。日本で購入するよりも安かったのでここでは結構爆買いしましたね。こんだけ買っても1万3000円ぐらいで抑えることができました。南ポドン周辺にはロッテマートがあります。全部まとめて書いてあるな、うん、これ結構美味しい、もちもちで、はい、芸能人の休憩室とかにも置いてるらしいとかもな、ほっとくみたいにシナモンの味になってる。基本がさ、4個セットとかよな、うん、これバラ売りとかはしてないよな。なんかちょっといつもより色違うな。チョルミャンね、チョルミャン。これはお肉屋さんの天山チゲの味がするっていうラーメンです。全体的に量が多めの安いなので、ちょっと飛行機で来るお菓子も全体的に大容量ですね。これ500円でこのサイズ、いつもの2倍ぐらいかな。ハンボイのこのカップのやつ初めて見た、うん、全体的に大きいサイズですね。でも大きいサイズ、あーなんかラップめっちゃ頑張ってたやつ、うん。Eマートやロッテマートは大容量で買うと安いっていう感覚なので、飛行機で来られる方や手荷物を少なくされたい方はこちらよりもコンビニでお土産を買う方がいいかもしれません。たまらんな。こちらに見えるのは壁一面のキムチです。こちらのクッチェシザンもピップ広場周辺なので徒歩10分圏内にあります。こちらには昔ながらの簡単に朝ごはんを済ませれるようなお店もあります。運が良ければアサリスープを売っているお店を見つけることができると思います。二日酔いに効くアサリスープですね、こちらで食べることができます。ご飯入りのアサリスープで6000ウォンで食べることができます。深い味なので食べやすくて二日酔いにはいいですよね。釜山の南浦洞付近ですね、チャガルチ市場や国際市場、広東市場などは1950年代以降戦争が終わり、釜山港の輸入品の物流が多くなったことで栄えた町です。今の国際市場で買うものは意外と少ないかもしれませんが、映画を見た方だったら結構楽しく観光できるかなと思います。もし釜山の国際市場やチャガルチ市場など南浦洞周辺を 120% 楽しみたい方はこちらの映画を見ると、時代背景を楽しむことができると思います。その雰囲気が違うから。ほどかちゃんの店、9個で300円やったら安いな、うん、ほどかちゃん屋さん。くるみの入った入ってるのもあれば入ってないとこもあるけど、くるみの形をしたパンやな、うん、中にあんこ。あ、언니는이게뭐야이거어디서이렇게예쁜거우유였어요얼음에다가얼음에다가예 제가얼음에다가우유를넣었어요나이거어제밤에도먹고잤는데위를어제세개나샀는데되게소식이없어나는하나효과가없나봐다른사람들은다갔는데향이좋은거이거어제당케어했었는데이거는뭔데그럼위에좋은거이거는향에좋은거변비과하시는분들그이거는이층가있대맛있다600원장에또장에좋은거이거네그거대요어어아마시고이렇게채널등록よろしくね。どうでしょう、韓国のガイドツアーなどには出てこないおすすめのお店たくさん出てきましたよね。観光地や推し活スポットに加えてこういったローカルの場所も楽しんでみてください。では次の動画でお会いしましょう。いつもご視聴ありがとうございます。
チャンネル登録をしてアラームをつけるとライブをするときにすぐ気づくことができます。ソウル旅行や釜山旅行など動画まとめで見ると分かりやすいのでぜひチェックしてみてください。ヤフーニュースも書いています。ヤフーニュースでは韓国のたった1分韓国語シリーズも書いています。メンバーになりたい方は概要欄からチェックしてみてください。アイクラユーのメンバーになると過去のライブを見ることができたり、 Google マップのお得な情報もチェックすることができます。アイクラユーから YouTube、Instagram などいろんな情報を聞きたい方は iPurpleU メンバー登録の上 Instagram の DM をお願いします。では次の動画かライブでお会いしましょう。バイバーイ。